マリマンゴザシャの裏社会ジャーニーです。本日も稲葉さんをお迎えして、悪徳刑事の激ヤバ違法捜査について聞いていきたいと思うんですけれども、銃を集めるそのためにいろんな捜査をされてるわけですけれども、稲葉さんの、まあ、過去の、捜査の手法の中で泳がせ捜査っていうのがやっぱり、よく出てくるんですけれど、泳がせ捜査ってどういうものなんですか？泳がせ捜査っていうのは、例えば覚醒剤を東京から札幌まで運びます、その時に東京の時点で覚醒剤っていうのはもし分かって、分かったらその物を全部押収しちゃって、違うものを入れて北海道まで運ぶと、運んだ着いたところで受け取った人間を逮捕するという形の泳がせ捜査っていうのと、丸々物を運んで着いたところで一網打尽にする、2種類あるんですよね。俺がやったのは泳がせ捜査になるのかな。本で何になってます？これCCD コントロールドデリバリーってやつですよ、はい、登録55事件ですね。登録55事件はね、 S が持ってきた話で、最初に覚醒剤を130キロ入れさせてくれと、その後に拳銃を持ってこさせるから拳銃で逮捕してくれと、で130キロはスルーしてくれと、見逃せと。そう、見逃してくれ。それなんだお前、話乗れるかって断ったんだけど、まあ一応話してみるわということで役所戻って上に行ったんですよ。で上食いついたんだよその話いや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 、おかしいですよね。おかしいでしょ、はい、俺絶対ダメだって言われると思ったら食いついたのね、でちょっと税関行って相談してくれよってなっちゃって、と思ったんだけど、まあいいや、もしうまくいったらうまくいくなと思って、まあ S にはちょっと待ってるやって話してたら、警部と警視が函館税関の小樽支局っていうの支部のそこに行って話したら OK らしいぞってこうなっちゃったんですよ。で OK だから、じゃあ話進めろっていうことで香港に飛んで、 S がで話を作ってつけて、で石狩港に入ったんですよ。船が着いたらファックスで税関の方に物は何かっていうこと、ファックスで送るんですよね。おもちゃ、トイ、トイズです、たくさんね。それで入ってきた。それは事前に聞いてたから、おもちゃで入れるっていう。でそれをナックスというどでかい、コンテナごとかける X 線があるんですよ。それにはっきり分かってるんですよ、分かるの。それをするし、あえて道警と函館税関が来るんだって。で通した。であるところにこっちで指定した場所にドンとコンテナを置く。で S と何人かの S が行って、で130キロを出して、半分預かって70キロ、残りの、まあ、約70キロ近くを東京かどっかに運んで、その時点でもう S はもう客つけとったんで、あっという間に吐けるんですよ、ダーンって。で俺は俺でこんなバッグに70キロ詰め込んで、重たい思いしてある隠れ家に運び込んでやったのが55事件。でその後にこの S がもともとこの話を作った関東のヤクザがいるんですけど、それは俺も知ってるんですけどね、出し抜いてやっちゃったんですよ、こいつが、この S が。はあ、はあははあ、で、それが分かっちゃって、この、もともと話を作った関東のヤクザ、映画で出てきましたね、耳に狭い通し刺されるところ、それ、その関東のヤクザから俺に電話が来て、なんだ、稲葉さん、やったらしいじゃんって言われて、え、何の話って、遠くだってダメだよってなっちゃって、130キロだってなっちゃって。で、じゃあ俺にもやらせてよってなったわけよ。いやちょっと上に話してみるわって言ったら、もし一回入れちゃってんの知ってんだからこれ断れないでしょって。いや分かったってなって、2回目もゴーサインが出た。それはこうタイマー2トン、トータルがすごいんですけど、もうちょっといくつかお聞きしたいのは、最初にやった S、飛んじゃったんですよね。飛んだの。どの段階で飛んだんですか？130キロ入って70キロ持ってすぐ吐いて、
その後俺が持ってたやつを送ってくれって言われて少しずつ送ってって大体全部履けた後に履けちゃった。どこ行ったか連絡取ろうとしてまさか俺拭けるなんて考えてないから、うん、ちなみにその時の見返りというか通すはずの拳銃ってどれぐらいだった？普通の話です。嘘だよ。話として持ってきたのは何丁だった？いや100でも200でもいいって話。大量に、とにかく大量に、うん、それを税関と警察の実績折半なんですか、それともどっちかに？両方折半っていうかね、同じぐらいでしょ。税関は税関で実績にもなるし、警察は警察でも、拳銃も少数で、覚醒剤がその人痘で評価されるのと一緒で、覚醒剤は量じゃないんですよ、人痘なんですよ。へえ。あ、何人であげたかって。そうそう、だから末端使用者ばっかり捕まって上が捕まらないっていうのはそこにあるんですよ。もう一個聞きたいですけど、130キロと大麻2トン入れて、うん、それぞれ闇に消えていくわけじゃないですか、うん、そっちの方がヤバくないですか、うん、でもね、俺その話をね、ある当時の直属の上司にしたことがあるんですよ。どうせ入ってくるからいいんじゃねえか。あー、それで俺もちょっと気持ちが楽になってね。銃よりも薬物の方があちこちから入ってくる。どうせ入ってくる。現実的な意見ではありますね。いい悪いではなく、どうせすぐ溶けちゃう、うん、銃は残りますからね、うん、それしかもより大きな犯罪に使えちゃいますからね、うん、そういうのはありますね。この55事件なんですけど、ね、さらにもう少しこう聞きたいのは、関東のヤクザを出し抜いて S が絵を描いてやったわけでしょうね、うんうん、でそれで S のかなんもうそのことを詰められて、まあ、大麻2トン入れるじゃないですか、うん、タイマー2トンに関しては、うん、見返りとかあったんですか？代わりに拳銃出すみたいな。ありましたよ。それは出たんですか？出ない。今度の関東のヤクザは別にこう飛んだわけじゃないですか、うん、いますよ。でもその人からは拳銃っていうのは特に出ない。その関係性だけで、要はね、発案者は関東のヤクザの、はい、そこにその俺の、まあ、S が話を聞いて、札幌の人間だからですね、はい、でもう関東人間向こう帰っちゃうじゃないですか、はい、そうすると自分で考えたんですよね。この話を俺にして、この前の話だけどもってことで自分でどんどん話を進めていって、で関東には言わないの、うん、話をしてないわけ。後々バレちゃうんだけど、バレるはずだよね。130キロも入れりゃさ、どっから入ってきたなって分かっちゃうんだから。その2トンの話を役所に俺がした時にはね、大麻の話来てんだって話だから断れって来たわけ、偉い人が俺に、うん、で俺にしてみたら、もう一回130キロって実績作っちゃってるのに、うん、断れないじゃないですか。ケツまぐられたらどうするのって、うん、それでも断れって、お前東京に行って断ってこいっちゅう。いや、いいですよって俺東京行ったんだよ。で関東のヤクザとは某ホテルの喫茶店で会ってね、で俺こうやって来てんだけど、でも関係ねえからやっちまえっていうことで進んでったんです、話は。どんどん独断で。そう、それってでもじゃあもう警察側にもメリットは特にない状態ですね。ないですね、うん、だってメンツの話、最初に130キロを北海道警察が入れたなんていうのがバレたらどうすんの、これ。そういう話ですよね。証拠があるんだよ、ちゃんと。そうやってスルーして入れたわけじゃないですか、うん、稲葉さんの警察内部での立場っていうのはそれで揺らいだりしなかったんですか？この時、はい、この時はしないですね。ただね、うん、入れる前、断れとかって話になった時は勝手なことやりやがってみたいな感じに思われたんじゃないかなと。でも基本は組織としてみんな把握している状態で動いてたわけですよね。そうですよ。その中の、ちょっとこう本の中で出てくるエピソードで、稲葉さん自身の自衛の手段も兼ねて、うん、他の人たちが絡んでいるっていうことをちょっとこう見せるために、うん、架空の会社を作って、うん、その会社名を上司の名前にしてたってい う, そ う, そ う, そういや、今回というかこの件についてはね、130キロの話が出た時点から報告してるわけじゃないですか、うん、上の人間に。
それでやっぱり自衛手段で後々ね、何かあったらこれ組織的に対応してますよっていうことを明らかにするために、その受け皿の会社を直属の上司のイニシャルにしたんですよ。それは本人の前でしてる喫茶店で話をしてて、会社の名前どうしましょうかってなった時に、いやこれはもうノックアウトでしょって、慶応商事にしましょうかって言ってたら、その上司がね、それ俺の名前の頭文字だって言うからじゃあ OK にしますかって、ひっくり返してんだいやいや OK だよ、何度もそこで納得すんだよみたいなね納得したと納得した。でも頭文字入れ替えただけで頭文字ですよ。それで OK 商事で、それを使って、そうやってもう完全に警察自身が、自分たちで違法捜査に手を染めていくわけですけど、稲葉さん自身この違法捜査をして十字架背負ってるみたいな、そういうところってありますか？十字架 OK 商事の名前が付けられた上司が130キロ入った時点で現場から俺に電話来ますよね、入りました、着きました、それを俺報告するわけですよ、で今入ったそうですって言ったら、その上司が、あこれで俺たちも重い十字架を背負っていく、ちょっとかっこいいこと言ったわけよ。まあ十字架の重さは2130キロですよでもその2130キロの十字架に対しての銃器対策会の見返りっていうのは拳銃何丁だったんですか？100兆が当時100兆って言ってたのかな。あれでも結局それも入らなくて、稲葉さん自分でかき集めたって。あそれ違いますよ。そうそう、これは税関から出向してきてる職員がいたわけ、でそいつはやっぱりほら税関とのつなぎに使ってたんで、そいつはそいつで税関に言ってるわけでしょ、でそいつに何兆出したらいいんだって、で20兆はやっぱりって、分かった、俺20兆持ってたから。いや持ってたからって持ってたから当時のその俺を歌った渡辺、ああ渡辺さん、はい、にを呼んでそこで渡してロシアの船の上に置いて、で税関に電話した、警察じゃなくて、で税関は花持たせたような感じ。その船っていうのはロシア船っていうのは関係ない船、全く全然関係ないです船員たちどうなんですか？止め置かれたんじゃないですか。でその船はもう入ってこれなくなったでしょ。あ当時のなんかめちゃくちゃ感がすごいですね。関係ない船にバーンと置いちゃった。ちなみにその時の飛んだ S、その後どうなったんでしょうか？わかんない。なんか一回稲葉さんが逮捕されてる時に、その時の事件の犯金が未払いだっていうことで払えみたいな感じ。そう来たっていうことで、そう俺刑務所にいる時にある弁護士が来て、4000万君が持ってったって言うんだけど、何の話ですかっていうか、何の話も何も話、その本人なんですかね、会えてないわけですね稲葉さんは。じゃあ俺は会えてないけど本人は会ったんじゃないですか。映画の中でそのヤングダイス君がめちゃくちゃになった時に、どうせあの人も生きてねえよって一言、そのセリフがね僕印象的だったんですけど、僕てっきりその S の方どこかでもう殺されてんじゃないかなと思ってたんですよ。いや生きてるみたいですよ噂では。噂では、その後会うことはなくないですね。それこそ S つながりで情報入ってくることとかなかったんですか？そんだけのことやったんですよ。どっかでこう入ってこなかったんですか？ないですね。まあこっちも探さないしね。それだって警察本気出したら探し出せるかもしれないじゃないですか。でもそういうことはしなかったの当時は。触れないでしょこの事件に。はい、触れないですよね。警察はねそういうことには動かないです。自分の不利益になること、動かない。2130キロの十字架ですよ、背負い切りました。これはもう当時はあんまり気にしてなかったかな。はあ、やっちゃったぐらいの感じですか、やられちゃったっていうか、なんかね、あの時はね、俺狂ってたね。なんか話が最初だって一丁の拳銃を組み出しを出すかどうかのところから、ここまで130キロですよ、多角製剤。ちょっと一気にスケールがでかくなりすぎですよね。でも当時を振り返って、別段その経済的メリットとかが警察からあったわけではないですよね。ないですよ、全然。稲葉さん自身が
個人的にあの見返りを裏社会側から得ていくっていうことはあったんですか？ありましたよ。そのあたりちょっと次回どのあたり聞いてみたいなと思っております。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。